時刻は間もなく4時10分になるところです。さあ、それでは今日のラジオの絆、クレードの絆、今日はですね、4人の皆様にスタジオにお越しいただきました。この後自己紹介をしていただくんですけれども、古い T シャツを集めて、そしてその T シャツをですね、布造りに作り変える女川のおばさんたちのその活動を遠くから、そして近くに行って応援していらっしゃる素晴らしい4人の皆様です。それでは自己紹介をお願いいたします。地元戸塚区から参りました青沼智子と申します。茨城県古河市から参りました上田敏子と申します。はい、川崎市から参りました河野真由美です。東京都大田区から来ました加藤真嗣です。はい、ということで皆さん本当にさまざまなところからね、この戸塚 FM 戸塚に来てくださいました。本当にありがとうございます。まあ、青沼さんとの、ね、出会いがあったから今、ね、こちらに来ていただくことになったわけなんですが、まあ、先週の日曜日、番組私のラジオの絆終わった後に、皆さんで来ていただいて打ち合わせをねちょっといたしました。あれから1週間ですね、はい、ありがとうございます、はい、またね来ていただきまして、まあ、その時私も、まあ、この後お話しいただきます古い T シャツで作った布造り、買わせていただきました、ね、青沼さんも私の、ね、色はね、その T シャツが様々な色を皆さんから集めるわけだから、黄色と黒とオレンジとブルー、まあ、これがもうわー素敵と思ってね、今我が家で、はい、使っていますけれども、女川のおばさんたちが編んでくださったそのことを何か思いながらね、うん、私布造り履いています。あ、そうですか、ね、ありがとうございます。素晴らしいですね、綺麗ですね。そうですね、もうちょっとどうぞ青沼さん、マイクの少し前でよろしくお願いいたします。はい、はい、相浦さんこれ見てください、綺麗ですね、はい、まあ、それもまた素敵。そうですね、うん、ブルーと、はい、カーキ色と白と赤とグレーですね、はい、鼻緒がまたすごく綺麗、ね、鼻緒がブルーとオレンジと黒とかな。そうです ね本当に綺麗ですね。材料は何だと思いますか。今おっしゃってくださったように、古い T シャツを使ってるんです。でもちょっとこう信じられない感じなんですよ。そうですよね、うん、新品じゃなくていいんですね。古い草履の方が履き心地がいい。あ、そう、すいません、古い T シャツの方が履き心地がいいんですよ、うん、でこれは私が初めて女川にボランティアに出かけた時に、はい、布草履のプロジェクトの班をお手伝いする、ところに配属されました、はい、それで私も体験をさせていただいて作りました、はい、ですからちょっと作り方を説明したいと思います、はい、イメージがどうか分かりませんけれども、ラジオなものでね。そうですね、はい、はい、T シャツを5センチの幅に切るんですね。ちょっと想像してみてください、はい、で切ったものをどんどんつなげていくと T シャツの太い紐ができるんです。大丈夫ですか、はい、はい、それを、まあ、かぎ針で、編んでいくんですけれども、太い紐ですから非常に大変な作業で、私も体験して作りましたけれども、はい、バランスの取れた綺麗な草履の形に作るのは本当に大変でした。でちなみに私は半足分やっと作ったんですけど、ひょうたんのような形になりました。あ、でもこれは愛嬌があって綺麗に取ってあります、はい、なるほど。それでですね、やっぱりこれはすごく大変で、1日がかりで女川のお母さんたちが作れるのは1足が限度ですね。はい、それは大変なんですね。それで私はこの時に出会ったお母さんたちのお母さんたちと非常 にすごいファンになってしまいましてね、もうそれとやっぱり布造りも、もうとっても大好きになって、うん、とにかくお母さんたちに会いたい、会いたいと思い、はい、仕事の合間、うん、暇を見つけては、うん、出かけています、まあ、はい、でもね、本当はこの、布造りが誕生したそのいきさつには悲しい、うん、お話があるんです。高城浜という小さな漁村が女川にあって、ここの、震災の、ね、津波があった時に全部家が流されてしまったんです。女川ね、そうなんです、高城浜ですね、はい、それでね、うん、こういう悲しい背景があります。それを加藤さん、ちょっと詳しくお話していただけますか、うん、はい、今青沼さんの話にあったように、
女川高城浜の方々は津波で家でなく、家だけでなく家族とか、はい、生活の基盤であった船とかですね、そういったものを、もう失われてしまいました。でその後仮設住宅に、暮らすようになったお母さんたちはですね、はい、今まで何十年も毎日、働いてきたのに何もすることがないという状況に、なってしまったことをちょっとご想像いただきたいんですけれども、その状況の説明をちょっと私の言葉でするよりも、はい、布通りを制作しているプロジェクトのママサポーターズのフェイスブックページの方に、載せられている言葉を、説明読ませていただいてですね、はい、ご紹介したいと思います、はい、上田さんお願いします、はい、もうこのね皆様リスナーの皆様このバトンタッチの感覚もう素晴らしい4人のねチームワークでね、ラジオでどうやってお伝えしようか本当に考えてくださりながらです。さあバトンが今加藤さんから上田さんに渡りました。上田さんお願いします。はい、小さい小さい仮設住宅の中でこれからの生活に不安を覚える毎日、でも最近生きる喜びを見つけられました。それが布造り、このおかげでみんなとつながっている、自分が必要とされている、そんな気持ちになれました。一つ一つ一生懸命編んでいます。同じサイズ、同じデザインの草履はありません。ちょっと不細工かもしれませんが、私たちの希望が詰まっています。どうもありがとうございました。はい、今、布草履を作っているお母さんたちは、全部で40人ぐらいいらっしゃいます。はい、去年の秋に始めた時は、8人で始められたんですけれども、今はこの草履作りをに参加する方が増えてきているという状況になっています。で私たちは、神奈川発それと東京発ボラバス応援隊として、現地でボランティア活動をこれまでしてきましたが、その現地での活動だけでなく、こちら側でもこの T シャツのプロジェクト、布造りのプロジェクトに関わるという形で、活動しています。ボラバスというのはボランティアバスですよね。はい、はい、